スタートしました。チックタック、非常に速い動きですが、おっと、半周外コース外に出てしまっておりますけども、見事復帰しました。チックタック2、さあ非常に軽快な動きで足を進めております。チックタック2、あっという間に第1アトラクションのガッタンシーソークリア。続いて第2アトラクションのマジックボールです。早いぞ。非常に足が速い。そして機体の特徴として、なんと足にスプリングがついております。しかも6速なんですが、おお、うわー、さあ滑って第3アトラクションのモンダーハウス、まっすぐでそのまま行って、行って、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、あー、大きい、大きい、これは落とす作戦でした、もしかして落として OK という今の狙いなの、狙いだったんでしょうか。さあ差し掛かりましたのはぐるぐる海峡です。これは戦略の一つだったんでしょうか。この動きはね、すごいリアルですね。非常に足が速い、はい、これはロックなんですね。わずか6個しかサーボを使っておりません。こちら、チクタク2、なんかすごい生物的ですよね、はい、さあ残り時間は半分を過ぎた。まだ半分じゃない、まだ半分なんですよね。行くな、今週全部あのゴミを今週全部外に出して、外出してからね、わざとやってるんじゃないですかね。書き出してしまえ。おー、惜しい。さあ意外と難所になっているこの、これだ、さあ、残すのは最後のアトラクション、こちらジャックコンストリート。